ヨシカの全国高校サッカーを巡る旅。実は青森山田高校に黒田さんとインタビュー来たら、そこになんと岡田さんがいらっしゃるっていうスペシャル企画です。俺がここに来たら、はい、黒田がいた。そういうことですね。わかりました。じゃあすみません、よろしくお願いします。お願いします。まず学校に来られてどう思われましたか？いや、もう何回か来てるから、どん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 こう成長していってるからびっくりしました。僕この後ろに書かれてます上昇チームを作った最強のリーダーがいて、実は僕読ませていただいたんですけど、先ほど手洗い行った時の子供たちにすれ違った時に、こんにちは、こんにちはってすごく言うんですよね、挨拶してくれて。でもその、こんにちはっていうのが、その中身をこう捉えて言ってるのかなっていうことを、まあ、リーダー学では述べていて、でそこを僕すごくこう、たいなっていうのがあったんですけど、岡田さんと青森山田とかいつも見てらっしゃると思うんですけど、まあ、育成論といいますか、この青森山田も素晴らしいなっていうことを思われることってどうなんですか？やたら結果出すことを嫌がる指導者とかね、いいんだけど、やっぱり結果ってサッカーは勝ち負けはあるから絶対結果出さないですよ。日本人ってチーム作り、こういうチーム作るって理想、うん、それと勝つってことをなんか相反するようにみんな言うんだけど、両方必要なんだよ。高校の先生でも結果出し続けてる人ってそんなにないんだよ。こんだけ全国でサッカーやってて数えるぐらいしかいない、まあ、その一人として尊敬してる。よろしくお願いします。黒田さん、黒田さんのフィロソフィーは基本的には、学校の先生である以上、もちろん教育、人間教育っていうのにサッカーっていう競技を乗せていくという作業なので、その土台ベースは全く変わることもなくて、サッカーが先に来ることもなく、技術だけが先行するわけでも、体力だけでもないし、メンタルだけでもないし、心技体のそれぞれの心や技体の中にはそれぞれの項目があって、それをそれぞれ抜かりなく一つ一つ詰めながら成長させていくことが、サッカーのスキルアップにもつながっていくということだと思います。そこのベースは来ることがずっと自分の指導の指針としてます。今、中高で何人ぐらいいらっしゃったんですか？約330人。全体の生徒の数は？中高入れると1,300人ぐらいだと思うんですけど、ここだけだと1,200弱ぐらい。ピッチ1面しかないですよね。山の上にもう一つ土の裏とあるんですけど、フットサルコートと。うまく、ただ、中学校と高校の時間、練習時間がちょっと違うので、うまく縦割りできるという、まあ、環境の良さもあるので。もう青森で、この日本一取ったり、たくさんこう選手を J リーグに送ったりとかされてますけど、どうされたんですか？一言ではもちろん言い終わらせないけども、究極のスキルは性格だっていうように、自分の負けず嫌いの性格がね、あらゆることに対して負けたくないという、その気持ちが最終的にはいい結果を生んでる、その方向性っていうのがそこで定まっているので、またなんかなんとなくその時の流れとか、またはこの学校のような学園の流れとか、そういったものに準じて生きていく、または強化していくっていうことがすごくこう嫌な自分がいたので、どんどんやっぱりこう発展させるために何をするか、または勝ち続けるために何をするかっていうことを、もちろんもがき苦しんだ時代もあるし、ね、または全国の名将たちのところに足を運んで、どうやったら日本一が取れるかっていうのを聞き回った時もあるし、あ、そうなんですか。うん、だから本当に今でこそ青森山田ってこうやってみんな知っていただいてる学校だけども、10年の中で9回ベスト10と1つは1回戦負けなんていう、もうどうやったって全国賞ができないって諦めかけた時もあったし、その中でやっぱり最終的には高校サッカー、またはサッカー界の、ね、先人の方々がいろんな思いを持って、やってくれてるのがすごく感化されたというか、勇気をもらって取り組んだ成果が今あるのかな。いろんなところに乗って全国優勝するとね、おしゃべりですから聞いたことあるけど、同じ答えしゃべる人一人みたいになったんで、例えばね、当時の一船っていうのは誰もが印象を持ってたのが堅守速攻だったと思うし、はい、いかに相手を引き込んでカウンターで一気に攻めていくか、またはロングフィードの中で混乱を招いたところをボールをさらってプレーする気を作ったりするようなダイナミックなサッカーが一船の持ち味だったと思うし、だから一船からシュートを打つこと自体すごくやっぱり難しいって思ってる時代もあったけど、うん、でも布さんにその時話を、もちろん堅守速攻の理念を絶対的に喋ってくるのかなっていう
予想を持っていったら、宇野さんの第一声目が何かというと、一番は考えたのはカウンターを受けないことだって。だからその表裏一体なんだけども、カウンターばっかりやってたように見えたんだけど、実はカウンターを受けないことを彼は決してやってた。それが実はその裏返して点数を取れるような攻撃につながってたということなんで、だから一船がカウンターを受けてやられるなんてことはまずなかった、そこは後ろはシンプルだったし、後ろのザボールのポジショニングだとかバランスっていうのもしっかりやってたんで、だから失点をよりしないというか、1点あれば十分勝てたチームっていうのがやっぱり自分だったと思うし、その考えてる人が見てるものと全く逆の発想を宇野さん自体を作ってたんだなと思ったんですよ。なるほどなと思ったし、また松田先生に関してはもう亡くなるんだけど、この人に関してはやっぱりリスタートだね、とことんリスタートに見えるところっていうことからすると、よく御殿場なんかで果実の練習を見てると、守りのコーナーからキーパーキャッチしたところから相手のゴール前まで、もう何秒で行くかっていうぐらいのレベルのところまで一気にフィードして落としてサイドダンダンって決める練習ばっかり、常にこの 105m を使ったカウンター、守りから攻撃へっていうこと、要するに相手の一番隙がある状況のところをやっぱりうまく察知してそれを作ってくれる人たち、すごくやっぱり何かにこだわり続けてる人たちがやっぱりトップを取ってるかな。今の時代だからそればっかりで勝てるかどうかっていうとクエスチョンだけど、今はもう何でもできなくなるな。よく今の指導の中で得意なことをひたすら磨けなんていう話はあるけど、でも得意なところは一つ潰されたら何もできないような選手よりは、いろんなことができる、これ潰されてもこれがある、これを潰されてもこれがあるって、いろんなやっぱり自分の武器を持ってる方が世界でもちろん通用するだろうし、たった一つの武器で勝負してる、世界で活躍してる人はいないと思うので、今の青森山田の共通理解というか、こう共通認識の中でウィークポイントを作らない、何でもできるチーム、何でもできるコーチになろうっていうふうに結局置き換えて、今ここ6年7年やってるところが、まあまあ実を結んできてるのかなっていう感じです。岡田さんいかがですか、今の話。やっぱり毎年メンバーは変わっていくじゃない、高校サッカーに、その中で変わっていくというのはある程度シンプルに筋通さないと難しいよ。同じメンバーで何年かずっと一緒にやっていけるんならいいけど、そうじゃない中で両手長らけ組んだし、簡単なことじゃなくて、今話聞いてて分かったけど、それなりに一人それぞれ筋を通されるな。一回岡田さんがコンサートやってる時に今野先生がいたことも知ってて、今野先生はもちろん岡田さんだけじゃなくて、いろんなところに J の練習を見に行ったんで、全部見たけど、やっぱり岡田さんがやってたサッカーが練習が一番理にかなってるところで、もうゴール前の攻防のところもね、トレーニングのためにトレーニングやってて、やっぱ勝つためにやるトレーニングをしっかりやるって話を言ってました。一番いいトレーニングしてるって言ってましたよ。チャンネル登録お願いします。